甘さ天狗。こちらがシュガー味ですね。こちらがきな粉味です。カベギっていうのは韓国語でひねるという意味なんですけど、それをひねり揚げドーナツという感じで、それにお餅が入っていてトッペギ。そうですね。カイパイポカイパイポ。この甘さともちもち感が合わさると本当にもうすごく甘やかされてる気分です。結構苦味が強いです。揚げほぼ餅、餅の手前、餅直前、その辺のアジア。今日は大阪コリアタウンで今話題のスイーツトッペギを食べに来ました。こちらのホテルの1階に入っているんです。韓国で屋台とか市場ですごく流行っているカベギというドーナツにお餅を混ぜてオリジナルとして作ったトッペギという新商品があります。お餅を韓国語でトッって言うんですけど、それを混ぜたんでトッペギという。お待たせしました。あ、はい、ありがとうございます。全種類のトッペギです。すごい、こんなに。わー、こちらがシュガー味で、あちらがきなこ味ですね。こちらがシュガーときな粉です。美味しそう。中にはチョコレートソースをかけさせていただいて、コーンフレーク、あとは砂糖の塊ですね、でその上から追いチョコレートソースをしてます。わー、すごい、見てください、チョコレートたっぷり。ストロベリーチョコレートをかけて、その上に白いのがココナッツパウダー、真ん中がストロベリーのドライストロベリーですね、その先の緑が、ピスタチオです。でこちらがあんバターですね。そうですね、あんこたっぷりに上にバター乗せてます。すごい、もう、はい、あんこの乗り具合すごいですよ。もう分厚くてちんちゃましけた。こちらがダルゴナコーヒーですね。ダルゴナって何ですか？ダルゴナはもともと韓国のお菓子で、コーヒーお菓子という名で、はい、知られているんですけど、それをドリンク化したものです。では最初にまずは定番のお味をいただきます。シュガーです。シュガー、美味しそう。たっぷりかかってますよ、この粉砂糖が。わー、もちもち、なかなか切れない。お、あ、切れました。やっぱりお餅が入ってるだけあって、なんか弾力がもう触ってるだけであります。揚げほぼ餅、餅の手前、餅直前パン、忘れられない食感です。トゥーマッチマシスト。おー、あの、めっちゃ飲みやすいです。甘くて美味しい。ジェニーさん、はい、さすがにあと4つ全部一人では食べられへんよね。そうなんです。手分けして食べようか。じゃんけんでもして好きなやつをこう選んでみるっていう。食べたいだけじゃないですか。すごいニコニコされてますけど。じゃんけん。私ね、その実は1号を狙ってるんだけど、ジェニーさんはどれかな。私も1号を狙ってます。じゃあ1号かけてじゃんけんをしましょうか。はい、わかりました。はい、カイバイボ、カイバイボ。負けた。勝ちました。ピースで勝ちました。どれにしますか？あんドーナツ。あんドーナツ、わかりました。じゃあ 大切に取ってみます。ありがとうございます。いただきます。じゃんけんで勝ち取ったイチゴです。すごい。わあ。おー、甘さ天国。こんな甘い。この甘さともちもち感が合わさると本当にもうすごく甘やかされてる気分です。いいな、食べたかったな。
でもこっちのあんバターもめちゃめちゃどうですか？美味しい。バターのしょっぱさがちょうどいい感じ。そっちにすればよかったですかね。全部欲しいから。ジェニーさん、もうさすがに食べられへんかな。そうですね、ちょっとだんだんとお腹いっぱいになってきました。食べ応えがあって。じゃあ私もう一ついこうかな。どっちにしますか？食べてもいいですか？もちろんです、はい、じゃあちょっとその砂糖の塊が気になっているチョコレートをいきます。こちらですね、はい、どうぞいただきます。すごいチョコレートですね。手に持っているのはチョコレート味。上にはコーンフレークも乗っています。そして白いものは何でしょう？砂糖です。砂糖の塊のとこ行きます。ちょっと口の周りにチョコレートがついていらっしゃいます、うん、童心に帰るお菓子です。私あのもともと角砂糖を直接食べちゃう人なんで。新たな事実。新たな事実。大好きなんですよ。そんな甘いものが大好きな鎌本さんでした。もうお済みだ。今日は韓国の伝統菓子クァベギの進化系トッペギをいただきました。お餅がたっぷりの揚げドーナツということだったんですが、もうほぼ餅直前の食感でした。この後ドラマの中でも目にすることがあるかもしれませんので、皆さん注目してみてくださいね。鶴橋の新しい人気グルメになるかもしれないです。美味しいですよ。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画がいいなと思った方はグッドボタンをよろしくお願いします。そしてこちらからチャンネル登録もお願いします。コメントも待ってます。